祭司からこちらに向かって来てくれました。4クラウン松香織さんです。1曲目は昭和の歌うことで、昭和32年松山恵子ナンバーより登場です。未練の鳩は迷った時悲しい、明日を信じて歩いている、きっといつか巡り行く、この未練の鳩は松香織さんです。主催者若林様、本当にありがとうございます。どう
うぞ今後とも昭和歌謡祭ともともよろしくお願い申し上げます。改めまして昭和の、ね、歌を歌った子供たちが日本クラウンから5年前にデビューさせていただきまして、皆様の支えをいただきながら今日こうしてまたねお呼びくださいまして本当に感謝申し上げます。